おはようございます。紀藤市からまだ6時なんですけど、6時4分なんですけど、ちょっと涼しいうちにちょっと走ってみようかなというのもあって出てきました。まあのんびりするのもいいんですけど、涼しいうちにね、移動はしないんですけど、今日も紀藤市なんですけどね、ちょっとおるちゅもいいかなということで、よろしくお願いします現在の気温が23度やね。おっつい気持ちやね。ただちょっと湿度が高い感じはするけども、まあそれでもね、23度の温度やったらバイクやったら走りやすいわね。ああ今日もいい感じで、これ以上気温上がるなって言って無理やな上がるでしょうな。今ちょうど道の端にキツネ君がおりましたね。まあ、こんな時間に出てきたりしたら会う確率が高いんかな。こういうの旗にね、なんかこっちを静かに見ていましたね。この前に見えるのが、釧路の町ですね。これ大きいんだろうな、釧路の町って。この前に見えるのなんかも、まあこの辺辺りもね、釧路湿原の一角なんだろうね。だから湿原ということで、まあ、守っとうっちゅうもあるんやけど、もともとはね、なんとか開拓したかったみたいやね、これ人間が使える場所としてね。でもあの湿原地はそんな簡単に、まあ、いかんなんだっていう、その間に、まあね、自然保護をしようっていう、そういう方向で活用していこうっていう、まあことになったみたいやけどね。今ね、国道391号線走ってますけど、みんな早い。ついていくのがやっとですよ。高速道路ちゃうんやけんね。もうお願いしますよ。バイクなんてこんなんで事故したらもうね、あの世行きですよこれ。まあまあほら、60キロではあの世行きはあの世行きやけどね、事故やしたらね。今から、釧路湿原をきれいによく見えることができる細川展望台行ってみます。なんかちょっとワイルドになったよ、こんなんだったっけ昔突如としてあのワイルドみたいな感じになってきたぞ。釧路湿原駅ね、はい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 。これが、まあ、駐車場ではあるんやけど、バイクへの場合なんか行けたような気がするよな。まもなく目的地周辺に到着します。はい、ありがとうございます。それでどっか、あ、こうかこうか、ここやな、ここですね。ここが細岡展望台にこう行くところですね。ここすぐそこなんですよね。だちょっとこれ早く来てるんで誰もいないという、これは素晴らしいところに来れましたよ。おー、いいですね。最高やねこれ。いいですね。皆さんこんにちは、ブレードランナーですと言ってこんなところでね挨拶してますけど、
まあ今日もでもこの太陽の感じだとまた暑くなりますね。これはちょっと日陰でゆっくりしよう。冬季はここからの道は除雪してるので通行できないと。まあ冬季ね。ただしこの先美保走路福音現象通行注意ってこう書いてあります。まあ単純に言ったらオフロードっていうことですよね。ちょっとはこれからのオフロードの練習しとかないかな。お前なラリーで、まあ、これぐらいだったら同調ないと思うんやけど。でね、スタンディングもあんまり気合い入れでしょったらね、この足疲れたりするよね。そのほどほどっちゅうが大事で実はこれ以前僕は VFR 出したことあるね。ただまあほんときは荷物いっぱい積んでだったけんごっついゆっくりのこのこ行った気はするけど、まあ面白いねこれ。確かにまあまあのブラインドのカーブあるけどこういうとこちょっと前から来る可能性もあるのでちょっとあんまり。これとねこれやっぱり坂ですから、今これほんなに言うほどこう下り坂じゃないんですけど、さっきだいぶきつい下り坂ありましたね。これちょっと調子込んで走ってませんか下手くそのブレードランナーがこんなことしたらあかんのじゃん。でもなんか嬉しいで走ってるんですけどねこんなとこで。いやーしかこれすごい面白いよこれほんまに。ちょっと前へ気ぃつけたらまずいけどね、ほんまに前から車へ行く可能性もあるけん。おおこれほんま面白いよな。こんだけ長い林道だったんやな。テネレ700本領発揮っていう感じやね。これなかなかごっついこう坂が急で、ちょ大変ですよ。おこの溝これまたごつい。おすごい今溝があった。こんなとこでもよう前見とかんと危ないよな。これなんとか下へ降りてきたか。もしかしたらどっちやんか分かってないけど適当にこっち行ってみようか。これねシラルトロコ、シラルトロコってちょっと覚えれんよね。シラルトロコね。はい、今日はね湿原の展望台とか行くっちゅうのはあったんですけど、あとまあもう一つね喫茶店に行くっちゅうあの計画はあるんですけど、それが10時から開くんですよね。今8時43分なもんですから、まあこうやってしてのんびりね釧路、これ釧路でほとんどか今のところしべちゃなんですけど、湿原の周りをですねうろうろ走ってるというそういうねほんまにいい加減な状況なんですよね。こりゃなんだこりゃ、こりゃどえらいなんかコーンとか上がってる道になってますよこれ。274号線、ちょっとこういうねこういうシーンもいいかなという感じで、なかなかすごいね。でこれで登り切りましたと。もう案外、長い、登りだからですね。おここか、かくれんぼね。なんかそんな名前だったなと思った。おー喫茶かくれんぼ、はい素晴らしいとこです。それでは今からちょっと行ってみます。こんにちは。あこんにちは。あのこちらが、はい、熟練旅人ライダーである美人おかみさんが経営している店でしょうかそれはどちらからの情報になりますそれはね、はい、レブン島のキャンプ場で、
一緒にお酒を飲んだとおっしゃる、そうです、香川県のドドさんというお方が、はい、うどんバカ一代が行けと、で挨拶してこいと、こういうことでやってきました。お、猫ちゃんがいる、この猫ちゃんがいるときはね、クマがいないらしいんですよ。クマが近くに来るとこの猫ちゃんね、そっといなくなるらしいんで、 OK です。ここね、地元の人に愛されている、喫茶店です。金土日しか開いてないので、ぜひね、皆さん来てもらいたいと思います。いい感じですよ、これ。この道はですね、右とか左に炭鉱跡の、まあその廃鉱というかいろんな建物がねあるらしいんですよね。あるというか今も残ってるらしくて、でこの辺はクマ多いんだそうです。だからおりませんけど、前からね降りてこんな中ごそごそ行きませんが、いろんなところがいろんなものが残ってるというんで、ちょっとまあ泊まるぐらいは泊まってみるかもわかりませんね。今左側に建物ありましたね、写真にも載ってた。それからね、さっきママさんが言ってましたけど、これ川ね、昔はよく魚釣りに来てたんですけど、最近クマがねよく出るもんですから、だんだんこう釣り人がいなくなってきたって言ってましたね。ああ、ここにもありますね、湧別炭鉱記念碑ね、これね。ああ、この辺辺りのこの川ね、これなんかいい感じですよね、綺麗な感じで。おお、でこれからこれオフなんですね。うん、気持ちいい、こういう感じのオフだったらもう最高ですよね。幸せ感じるオフロード、これぐらい、こういうところは走りやすいですよとか言ってくれましたからね、全くその通りですね。クマさんへの警告です、頼むけん出てこんといてねっていう。動物飛び出し注意ね。怖い。喫茶かくれんぼ最高でしたね。さっきの喫茶かくれんぼあたりは33度あったんですけど、今ここ28度、涼しい、びっくりやな。もうちょっとしか走ってないよこれ。まあでもこの内陸部からね、内陸ったってあれやけど、こう海側に出てきたわけですよね。今日はですね、釧路湿原を見ることもできたし、それから喫茶かくれんぼに行くこともできました。で、まあ、あの辺あたりね、うろうろ走ったりして、でお風呂に入って、今夜の夕食と、まあ、ビールちっちゃいやつね一つ買ってきて、で今祈祷試合以上に帰ってます。でね、今日面白かったのは2回ですね、ショートなんですけど、完全フラット林道なんですけど走ることができました。これ良かったね、短いとはいえ私にちょうどいいね。もう頼むのはこういう感じでよろしくお願いしますよね。ということで、あとは食事になります。でよろしく。今日はですね、男山日本酒をちょっといただいております。こういうところで飲む酒は最高ですね。幸せです。